ジョゼフ・デュシェーヌ、ジョゼフ・デュシェーヌは、フランスの医師、著述家である、パラケルス主義者である。パラケルス主義の思想を擁護した、主張、ヘルメス主義医学の真実のために、は、後世に、大きな影響を与えた。アルマニャックのエスチルに、医師の息子に生まれた。モンペリエ大学で学び1573年に、卒業した。有名なユーマニストで、 国王フランソワ一世の文化政策の顧問を務めた、業務ビューデの孫で裕福なエビン・アンタイヤと結婚した。リヨンで、アンジュー,ーフランソワの主治医となるが、プロテスタントへの迫害を逃れるために、1580年に、リヨンを離れ、カルバン派の拠点のカッセルへ移り、後に、スイスのジュネーブに移った。ジュネーブで1584年に、市民権を得て、 1587年に、市の表議員に選ばれた。なんとの直令の後、パリに戻り、国王アンリ4世の医師と選ばれた。また、スイスの外交団としても働いた。1903年頃には、パリ大学の医師たちとパラケルス主義者のテオドールド、マイエルヌと共に非難されることになった。ヘルメス主義医学の真実のために、は、パラケルス主義を擁護するために発表された。 1604年にヘッセンカッセル紅白モーリッツに招かれ、合戦で科学実験を披露した。ありがとうございます。